第二代カリドン伯爵の肖像メズチンと、第二代カリドン伯爵、デュープレ・アレグザンダーは、アイルランド王国出身の貴族、政治家。アイルランド庶民院議員、アイルランド貴族代表議員、ケープ植民地総督、ティロン統官を歴任した。初代カリドン伯爵、ジェームズ・アレグザンダーとアンクロフォードの息子として、177 17年12月14日に、生まれた。 1791年から1796年までイートンカレッジで教育を受けた後、1796年4月19日にオックスフォード大学クライストチャーチに入学、1799年に BA の学位を習得した。1800年1月から12月までニュータウナーズ選挙区の代表としてアイルランド庶民院議員を務め、1801年に アーマー県長官を務めた。1802年3月22日に父が死去するとカリドン白爵位を継承。同年6月に4万3000ポンドで第2代キャメルフォード男爵トマス・ピットから腐敗選挙区のオールドサラム選挙区を購入。同年の総選挙で首相ヘンリー・アディントンに一議席の推薦権を与えた。カリドン白爵はアレグザンダー家課長として 多くの領地を有した上、オールドサラム選挙区の購入で選挙への影響力も有するようになり、1804年には第二次小ピット内閣の支持を得てアイルランド貴族代表議員に選出された。1806年5月に首相の初代グレンビル男爵、ウィリアム・グレンビルにケープ植民地総督への任命を申請して、成功、1807年5月21日に、 ケープタウンに到着以降1811年7月4日にケープタウンを出港するまで総督を務めた。ケープ植民地総督任命の代償としてカリドン伯爵はグレンビルの巨国人材内閣を支持、カトリック解放問題でのみ内閣に反対した。そのため1807年3月にグレンビルが首相を辞任するとカリドン伯爵も辞任したが後者の辞任は 受け入れられなかった。カリドン伯爵は、総督として、ケープ植民地の銀行を改革したほか、裁判がケープタウンだけでなく、植民地各地でも行える、要巡回裁判所を設立、天然島の主都を推進するなどの施策で内政では、概ね好評を得ていたが、フロンティア地区の先住民との関係でつまずき、軍務に対する権限について、 軍事機関のヘンリー・ジョージ・グレーと衝突した末1811年に辞任した。カリドン伯爵は、ケープ植民地総督としての功績を持って、連合王国貴族への助諸を望んだが失敗に終わり、1821年8月20日に聖パトリック勲章を授与されただけだった。以降は、議会で1829年のローマ・カトリック・シ徒救済法案に賛成。 1832年の第一回選挙法改正に反対した。1831年10月17日から1839年4月8日までティロン党官を務めた。個人としてはプロテスタントを支持したが、アイルランド全体で見るとカトリック信者の不満を取り除くべきだと考えたという。1839年4月8日にティロン県のカリドンハウスで死去。 息子ジェームズ・デュプレが爵位を継承した。1811年10月16日、キャサリン・フリーマン・ヨークと結婚、一難を設けた。この結婚により、カリドン・伯爵は、セント・オルバンズ近くの大天ハンガーハウスを獲得した。ありがとうございます。